それでは今日の線形代数2の授業を始めたいと思います。で、前回はベクトル空間の基本的な性質とそれからベクトル空間の部分空間線形結合有限性生成といった話、それからベクトルの線形独立線形従属について説明をしました。で、今日はそのセクション 6.2 のですね、そのベクトルの線形独立性の話を受けまして、そのベクトル空間の規定のについて紹介したいと思います。で、教科書は142ページからですね、教科書も随時見ながら資料も合わせて話を聞いてほしいと思います。で、教科書の142ページの冒頭に定理 6.1 っていう定理がありますけれども、これは前回の授業まだでやっていなかったんですが、この後ですね、ベクトル空間の規定に関する性質を紹介する中で使いますので、その時に一緒に説明したいと思います。で、今日はそのベクトル空間の規定の話なんですが、まず、ここからの話はですね、そのベクトル空間もしくはそのベクトルっていうのをどうやってその具体的な形で表現するかっていう問題を考えます。で、これから先は V をですね、対位形状のベクトル空間としまして、で、以後特に問題がなければこの対位形状のっていうのは省略します。それからあと V がですね、前回ですか、有限生成っていう概念をやりましたけれども、V が有限生成としまして、X1 から XR というベクトルで生成されると、貼られるということにします。この生成されるとか貼られるっていうのは皆さん大丈夫ですかね？大丈夫ですか？やばそうな人います？ですか？はい。じゃあ、まずそうな人はちょっと後で復習しておいてください。で、それで、今言ったようにですね、その例えばベクトル空間 V の中でその、X1 から XR っていうそのベクトルが与えられたとしますと、それを使ってあるベクトル空間を作ることができるっていう話をしたわけです。で、これが有限生成っていう概念なんですけれども、じゃあですね、その逆をちょっと考えてみますと、仮にですね、その先に V が与えられたときに、じゃあその V を生成されるベクトルっていうのは果たしてまず存在するのかとか、それからどうやって決めればいいのかとか、そういうことに疑問がいくわけなんですね。どうでもいいと思っている人もいるかもしれませんけれども、とりあえず疑問がいくということにしてください。しましょう。で、そうですね、それから V が最初にその生成する元が種が与えられれば、ベクトル空間というのは決まるんだけれども、それじゃあ最初にベクトル空間というのが存在したときにそれをどうやって表せばよいかということが問題になるわけです。で、なんでかというと、その結局ベクトル空間をその数学の中で扱うためには、そのただもわっとこうベクトル空間が与えられても何にもできないわけで、例えばその我々がこの2次元もしくは3次元の空間の中でですね、例えばなんか物を作るとかですね、それから自動車を設計するとかっていうことになると、そのどこにどういう部品を置けばいいかっていうその場所を指定する必要がありますよね。で、そのために座標っていう概念があるんですけれども、その座標っていうのがあるから、我々はその、どこに物を置けばいいかとか、それからどういう長さのものを用意すればいいかとか、そういうことが分かるわけです。そうすると、抽象的なベクトル空間がわっと与えられるときに、その場所とかですね、それからその向きとか、そういったものを位置づける、その区別する何らかのものがないと困るわけですね。で、そういう何らか区別するための道具として、その X1 から XR というのは最初から与えられていれば、それを使ってそのベクトル空間の中でいろいろ仕事ができるんですけれども、じゃあ先にベクトル空間が
与えられた時に、じゃあそれ、どうやってそういうことができるかっていうのが、問題意識としてあります。ということで、そういうですね、ベクトル空間を実際に使ったり計算したりする上でなくてはならないのがこの規定という概念です。ので、まずその定義ですね、教科書ですと142ページの定義6.3にありますので、見ていきましょう。で、V をベクトル空間として、で、ごめんなさい、ちょっとスライド直し忘れですね。これ部分空間のスライドをちょっと有用したのがバレバレだったんですけれども、すいません。ここは X1 から XR が、V の規定というふうに直してください。V をベクトル空間としたときに、X1 から XR というベクトルが、この V の規定であるっていうことの定義をこれから述べます。この V の部分空間は消して、この X1 から XR が V の規定であるということの定義は、条件2つあります。で、1つ、で、その条件の前に BS っていう記号がついていますが、これは、著者の先生に確認したわけではないんですけど、多分ベースですね。規定っていうのは英語でベースとか、あとベーシスっていう呼び方をしますので、そのベースと思っていいと思います。で、条件の1つ目は、ここにありますように V が X1 から XR で生成されること。で、2つ目は、X1 から XR が線形独立であること。で、この2つの条件を満たすときに、この X1 から XR は、V の規定であると。もしくは V の規定をなすといった言い方をします。まずいいでしょうか。1番目が生成するっていうのと、偽条件で、2つ目は、2番目は線形独立であるという条件ですね。では、そこで、その定義をやったところですね、ちょっといくつか、規定、ベクトル空間の規定になる例や規定にならない例というのをちょっと見ていきましょう。まず、V として、この R2 ですね、この実数の2項のベクトル空間を考えます。で、この時に、次のベクトルは V の規定かどうかっていう質問なんですけども、X1 が10、X2 が01です。で、先ほどの今説明した規定の条件に照らし合わせて、この X1 と X2 というのは、この R2 の規定になるでしょうか、あるいはならないでしょうか。ちょっと5秒間ちょっと考えてください。じゃあちょっと聞きます。V の規定になると思う人、はい、ならないと思う人、わからない人、はい、OK です。じゃあ答えいきましょう。ドン。答えはなります。で、まずなるためには、さっき言った2つの条件を確かめるっていうことが必要になりますけれども、2番目の条件ですね、線形独立の条件の方が、皆さんパッと見分かりやすいと思いますので、確かめますと、X1 と X2 は線形独立になるということは、多分これは各自で確認できるようになってほしいと思いますので、これは皆さんにお任せします。で、次に、1つ目の条件ですね、この X1 と X2 で V が生成されるっていうのは、こういう形で示されるんですけれども、R2 の元ですね、R2 のベクトル、2のベクトルを考えましょう。こんなふうに C1、C2 というふうに取ってきます。C1、C2 はそれぞれ任意の実数を取るっていうふうにすれば、任意の R2 のベクトルになるわけですね。で、これが、10と01の線形結合で表されるっていうのが、この生成っていう定義でしたので、じゃあどういうふうに表せばいいかっていうと、C1、C2 っていうベクトルは、10の X1 の C1 倍と、あと01ですね、X2 の C2 倍を足せば表せるでしょうと。これで OK というわけですね。結局、この C1、C2 っていうのは、X1 と X2 の線形結合で表されるから、この VR2 は X1 と X2 で生成されますというふうに結論することができます。いいでしょうか。単純ですけれども、こういうことをきちっと押さえてほしいと思います。じゃあ、移す人もう少ししますかね。じゃあ、ちょっと待ちましょう。
いいですかね。じゃあ次いきます。はい、じゃあ今度はですね、ベクトル空間は同じく R2 なんですけれども、今度はそのベクトル1個にしてみました。X1、10っていうベクトルなんですが、じゃあこの X1 っていうのは V の規定になるでしょうか、ならないでしょうか。ちょっと5秒考えてみましょう。じゃあちょっと聞いてみます。この X1 は V の規定になると思う人、ならないと思う人、あ、よく分かんないっていう人、はい、じゃん、そうですね、ほとんどの人、まあ、皆さん正解ですね。まず V の規定にはなりません。で、大事なことはその V の規定にならない理由をちゃんと答えられるっていうことです。でまず1番目の条件からいくんですけれども、まず結論、1番目の条件に対する結論から言うと、この X1 で生成されるベクトル空間っていうのは V を張らないと、すなわち V のベクトルの中で X1 で生成できないベクトルがあるということを意味しています。では皆さんにちょっとお聞きしたいんですけど、その X1 で生成できない V のベクトルを一つ挙げてみてください。ちょっとまあ考えてみてください。何かありますでしょうか。こう思い浮かんだって人どのぐらいいますか。はいはい、分かりました。半分ぐらいにいけましたかね。こういう時には必ずその、まあ、判例といいますか、その、今だとその X1 で生成できないベクトルがありますので、それを挙げてみますと、例えば01、さっきの X2 ですね、01っていうのは10をどんなに何倍しても01にはなりませんよね。そういう意味ではこの、例えばこの01っていうベクトルはこの X1 では生成されるベクトル空間には入っていないと言えます。まあ、非常に単純な例ですけれども、まずこういう単純な例からまあパッと聞かれた時にこう思い浮かべるようになるといいと思います。で次に2番目の条件なんですけれども、X1 は線形独立かと言われると、これ実は線形独立になります。で、何でなるかっていうのは、これはちょっと皆さんの宿題にしますので、これは各自考えてみてください。もし分からなくてモヤモヤする人がいたら、この後のですね、レポートの時間に質問してもらえれば答えます。ここまでいいでしょうか。じゃあちょっと映してる人いるのを待ちましょう。はい、じゃあ、いきます。はい、じゃあ次例の3ですが、またさらにこの R2 を扱います。ベクトル空間、ちょっとしつこいようですけれども、で今度は、次のベクトルを持ってきたんですけど、 X1 が10で X2 がマイナス10というベクトルです。さあこの X1 と X2 は V の規定になるでしょうか、ならないでしょうか。ちょっと5秒考えましょう。じゃあちょっと聞いてみます。この X1 と X2 は V の規定になると思う人、ならないと思う人、わからない人。はい、ほとんど皆さん正解です。よいしょ。あれじゃないな。ちょっと待ってください。はい、そうですね、ならないです。で、まずその1番目の条件から、その実はこのベクトル空間、X1 と X2 で生成されるベクトル空間には入らない V の R2 の弦があるんですが、その弦がどういう弦だか皆さん想像つきますでしょうか。はい、分かった人、はいはいはい、半分ぐらいですね。ちょっと一例を挙げてみますと、先ほどと同じくこの01ですね、この01っていうのは X1 と X2 の線形結合では表現できません。でなぜかというと、 X1 も X2 もその第二成分が0ですから、そうすると第二成分 X1 と X2 何倍して加えても第二成分は0のままなんですね。ですのでこの01っていうのを表現できないということがわかると思います。
で、次の条件なんですが、X1 と X2 が線形独立かっていうのを確認すると、実は線形従属であるということが分かります。分かりますが、なぜそう言えるのかっていうのは、これも皆さん各自の確認に委ねますので、ぜひ確認できるようにしておいてください。またこれも後で分からない人には質問に答えます。ここまでいいでしょうか。はい、じゃあ、次いきましょう。4番目の例、さらにまた R2 が出てきました。で、R2 が出てきて、今度はベクトルを3つ持ってきたんですけども、10と01と11っていう3本のベクトルを持ってきました。じゃあ、この X1 と X2 と X3 は、V の規定になるでしょうか、規定にならないでしょうか。ちょっと5秒考えましょう。はい、じゃあちょっと聞いてみます。規定になると思う人。ならないと思う人。わからない人。はい。じゃあちょっと見てみましょうね。結論はならないっていうのが答えです。で、じゃあ、各性質をですね、確かめていきましょう。まず、生成、ベクトル空間の生成に関してなんですけれども、実は今回は今までの例と違って、 X1 と X2 と X3 っていう3つのベクトルはこの V のを生成します。で、これも疑問に思う人は後で確かめてみていただけるといいと思いますが、生成するんですけれども、さらにちょっと特徴がありまして、この V っていうのはこの3つのベクトル全部使わなくても生成できるんですね。X1 と X2 でも生成できるし、X2 と X3 でも生成できるし、X1 と X3 でも生成できます。これはちょっと特色のあるところでしょうね。で、さらに2番目の条件を見てみると、実は X1 と X2 と X3 っていうのは実は線形従属なんですね。ですので、この例は V は生成するけれども線形独立ではないということで、この V の規定にはならないという結論になります。で、この X1、X2、X3 が線形従属っていうのも、これは皆さん各自確かめられるようになってほしいので、これは皆さんの各自の確認に委ねたいと思います。そこまでいいでしょうか。で、これについては、このベクトルの集合についてはさらにもう一つコメントがあって、実はその X1、X2、X3 から一つベクトルを取り除いた組っていうのは実は規定になるんですね。前に戻ってみたように、例えば X1 と X2、X2 と X3、X1 と X3 って組み合わせ、2個の組み合わせだったらこの V は生成できます。で、その上にこの3つのベクトルから2個だけ抜き出してくれば、その2個っていうのは必ず線形独立になるということも言えます。で、疑問に思う人はやっぱりこれも各自で確認できますので、確認してみてください。ということで、大体その規定、ベクトル空間の規定やそうでない例とちょっと一通りやってみました。